えー、末吉さん、えー、今回はですね、アンケートご協力ありがとうございます。まあ、前先月ですかね、えっとこうえー、ハロウィンコンプリートボックスも買っていただきましたけれども、いろいろと書いていただきありがとうございます。はいまあ、か現在、会社経営をされてるということで、はい、すごいですね。はいうん、ただ、まあ、多分まあリアルビジネスやられてるんで、まあ、そのあらりの低さだったりとか、 いいいろろととあると思いますネットビジネスはその粗利が高くてほとんどリスクがないっていうところがすごくいいところなんですね。で、まあ、今回そのコピーライティングなんですけど、まあ、ここでも書いてあった通り書いていただいた通り結局コピーなんですよ。なんだかんだ言ってコピーです。 だもしトークスキルがあるんだったら、まあ、最近はその動画、まあ、YouTube が出てきたので動画でこう展開したりとか、まあ、セミナーも昔からありますけどただセミナーに関してもセミナー集客ページっていうのがあってそのページを作ってセミナーに来たくなるようなページ作って来てもらってトークですからワンンセクションの,そのレターーみたいな募集ページがあるんですよね結局まあライティングが結構8割は占めてインターネットでやるんだったら8割は占めてるかなっていうところで,ですね。 まあ本当最近動画出てきましたけどまあそうは言ってもライティングですよねあとまあゲーセンで出会った不思議な子見ていただきありがとうございますあれすごいですよねうん、うん、まあ泣いたと僕も泣いてた僕も泣いちゃったんでやっぱあの文章ってそのすごいパワーがあってな何がすごいかっていうと読んでる人のこのイメージをこう書き分かこの想像を膨らますことができるんですよねうん 例えばその映画とか作るあれだけのすごい映画とか作るんだったらその別世界の映画をその表現できるかもしれないですけど普通の一個人があんなそのお金かけて何十億とかお金かけてあんなそのスペカスペクタル的なの作れないじゃないですかでも文章だとそれに匹敵するようなことを相手の頭の中で想像させることができるんですよねだからまあ文章っていうのはすごいですねうん。 まああの今回そのコピーライティング道場でお配りするあの実際にその教材としてお配りしてたやつを無料でプレゼントするのでぜひ読んで読むというかまあ勉強していただいて実践していただければまああのこれからコピー書くんだったら絶対役に立つと思います。はい、あと悩みとしてはいろいろとビジネスでやられてきてまあ失敗かなりあるみたいで。うん 早くまあネットビジネス、インターネットを使ったビジネスをもうちょっと早めに知ってればっていうところしか僕は言えないんですけど、ただこの経験があるから、うん、多分そのインターネットを本気で学んだらインターネットのそのうまみ、凄さっていうのがわかるんじゃないかなと思います。やっぱリアル僕はリアルビジネスやったことがないんでわかんないんですけど、僕絶対にリアルビジネスやりたくないですね。なぜならば本当にもうその 従業まあ、昔僕社長やってましたけど従業員を雇うのもやりたくないんですよ。で従業員を雇って給料を毎月払ってしかも従業員にああだこうだ言われて従業員のメンテナンスもしないといけないんですよね。でこれって非効率だなっていうだから今はもう本当に完全一人でしかやらない、まあ、雇ってもバイトレベルで、まあ、バイトも雇いたくないんですけど。 もう完全に人で自由自的にやるっていうのが僕のスタイルでやっていこうかなと思ってるんですけどあとはまあジョイントであのたまにちょいちょいやってきますけど基本一人っていうのは崩さないそれはまあ自分が社長もやったことがあって従業員がやるああの雇うっていうのは確かに会社を大きくするためにはあの投資として人材を投資していくっていうのはまあし,しょうがないことなんですけどイコール負債でもあるかなっていうのはすごく感じました。 であとはまあなんだろうなリアルビジネスの場合は本当にいろいろと大変だと思いますので、うん、本気でですね、えー、インターネットビジネス学んで多分今までこの失敗してきたインターネットのすごいいいところっていうのが特に今回コピーなんですけどこれだけのこれだけの経験があるんだったらこれをうまく文章にかけてブログに書いたりとかするとめっちゃ面白い文章を書けるんですよ。 でそこからマネタイズっていうのはできるんで、この経験はその文章がちゃんと書けるようになればいきます。例えばゲーセンの話もそうじゃないですか。ゲーセンの話もああいうストーリー物語があったわけなんですけど、あれがまあこう読,読み手がこう読みこう読んで先入観が入っても泣いてしまうようなところまで行くっていうああいう文章が書ければそのなんだろうな自分もいろんな経験してるわけですからあのすごく他の人がこれ経験してないじゃないですか。 例えばたこ焼き屋とか、こうたこ焼き屋の話とか絶対ね、あのちゃんと書けるようになると超面白いあの物語になると思いますよ。たこ焼き屋とか、うん。僕逆にたこ焼き屋のあの文章読みたいですもん。うん。たこ焼き屋の車を買ったっていうところの物語があるわけじゃないですか。それをうまく文章で表現できて書ければ、かなり読み手に対して。 あのー、インパクトを与えることができるんじゃないかなと思います。はい、ということで、えー、今回ですねコピーライティング道場の、えー、実際に有料で配ってたやつを無料でプレゼントしますので是非勉強してみてくださいあと3期がファイナルでやりますのでマジでコピー勉強したいっていうことだったらこの3期をご検討いただければなと思います3期に関しても3期でも全てコピーライティング道場は終了して、まあ、ドリームアカデミア1本に僕はしていきたいんで。 では、えー、今回アンケートありがとうございました。